ギャルとかが来ると声ちっちゃいからね。ちっちゃいの声が。僕とどっちが小さい？全然。アムギリなんて声でかい方じゃないですか。本当に。あっちゃんはまだ全然だよ。本当ですか？ギャルはちっちゃすぎてここに置いとかないと。ギャルにもよるだろ。夜だけじゃんか。夜だ。ギャル全員。どうもースカイピース。いやあ。あっちゃんがスカイピース一部みたいな。一緒にやるんや。俺あっちゃんの一人の挨拶好きだけどね。僕ですか？僕。毎回違う。あっちゃんに来ていただいております。あっちゃん、お邪魔します。ソロは初、スカイピース2人と撮るのは初めて。そうだね、今回コムドットのあっちゃんレンタルで来てもらってます。大人気なのにすいません。いえいえ、とんでもないですよ。可愛い女の子たちのところばっかり。そうでしょ、三上優のおっぱい持ってきたんでしょ。あーす、そうなんです。触ってないだろ。触ってないです。否定しないから。いやー、言われたわみたいな。いや、あの、当たっちゃっただけです。あー、当たっちゃった。最高やん。でもね、モテなくなるよ。いや、でも今日モテに来たんで。はい、今日モテに来たんで。あの、おっぱい先輩なんだけど、僕。あ、そうですよね。ちっともモテないから、ああいうことすると。えいみさんから、うっぱい先輩から。大物のおっぱいを。そうだよ。すごい、今はときめく女優さんの土を。もう、絶対に触らないといけないから。モテるため、絶対に触らないんだから、俺も。でも、モテる人ないじゃないですか。なんでだよ。嫁さんがいるじゃないですか。嫁ちゃんの話ね。うわ、でも俺が嫁ちゃん、嫁ちゃん嫌われる。ゆうたが本当にいると思う、確信しかしてる。嫁ちゃんね。嫁ちゃんの話。ここまでずっと引っ張ってくれて、どっちか分かんないぞ。分かんないよね。分かんないよ。謎めいてるでしょ。謎めいてる。今はいないみたいな感じで言ってたけど。でも誰一人としてもう家に入れないから。それも怪しいし、なんか一回も入ったことない。分かんないし。でも入ったもんね、この前も。入りましたけど、寝室だけ見せてもらったんです。夏は捕まるばかり。でも入ったの家。入りました。オン、ユーマ、ユータレコーディングで。その時になかったんだ、影は。いや、その時は寝室見せてくださいよ。うん、ノリだったんですけど、いや、無理。なんで？いや、でもリビングにもありそうだけどね、なんか、ね、女の何かとか全部隠して。で、まあ寝室は嫁ちゃんが寝てたから。どっちなんだ。どっちの向かいにしない。切りないんでやめます、これ。マジもう明言になって。今回あっちゃんとやる企画なんですけども、はい、4月のコンビニ新商品紹介。イエーイ。いや、今日モテに来てるね。モテに来てるやつの多分モテない。一応今日ビジュマックスの予定で来てる。え、でもそうだよね。美容院行ってきました。ガチだ。なんか雑誌撮影の時のあっちゃんみたいな。ですよね、トレースも。うんうん、思い出させる。思い出させるよ。思い出させるよ。スカピのファンを。人格電話が相当してるわけ。こそぎすごっ。お願いします。あっちゃんなんですよ。隣で人死んだ。集中的に鳥が集まった時、人が死んでる時だから。シシ元気よく。はい、ここはまず第一の爪痕の残し。そうです。ここで結構変わるから。いやいや、疲れるぞこれ。いや、僕疲れないんで。こんなアピールのしあふれてる。ファミリーマートからいきます。天使のチーズケーキ。どんなに見てるの。いいよいいよ。半分の1日分の野菜が取れる安価焼きそば。おぉ。めっちゃ甘い。チョコラウサギクッキーシュー。ホイップメロンパン。おぉ、いいね。抹茶のホワイトストロベリーチョコ。ナイスね。あー、じゃちょっと遠い。あー、そっちいいんだね。確かに確かに。できればこの辺がいいけど、多分ね。クッキーが出ました。持ち歩きチョコ、大盛り冷やし醤油ラーメン、天津飯風おむすび、油淋鶏&チャーハン弁当。セブンイレブン行きます。はい。あ、一息ついたよ。御三焼き。御三焼きできましたか。それ、どら焼きって言うんだよ、それで。そうなんですか。知らなかった。嘘でしょ。ほんとほんとほんと。御三焼きって書いてどら焼き。ほんと？え、知らないの？ほんとですか。ベロベロベロ。ダメ。視聴率ゼロになっちゃう。イチャイチャしてたから使ってみた。じゃあこれも正解なんだ。御三焼き。俺マジどら焼き信じたよね。
どら焼き。おお、間違えた、信じ切った、信じ切った、間違えた。ムサ焼き、ハムカツ卵サンド。あー、いいですね。今出るんですかこれ。これ今出るんかいって時は、今出るのって言ってから、これ消えそうな文化なので言っときます。今出て嬉しい、いちごチョコスティック。安心した、それは新しいでしょ。今出て嬉しい、嬉しい、嬉しい。いなり寿司わさび、バニラ&チョコ、うさぎのムースケーキ。あっちゃん、滑舌よくね。僕めちゃくちゃいいんですよ。いいよね。はい。目怖っ。よく悪いって言われるんですよ。うんうん、実はいいんだ、実は。糖質を控えたチョココロワッサン。あっちゃん、全然ないよ。わさび納豆巻き、炙り焼きサバ寿司、ずっしり満足ケーキ、とろける生キャラメル。あー、キャラメル、すごいすごい。ゴロッと野菜のポトフ。ゴロッと野菜、ゴロッと野菜、ゴロッと野菜のローソンいきます。はい。ふわふわミルクホイップクリームサンド、台湾麺線風スープ。あー、噛んでるようで言えてるからね。ちょい麺焼きあごラーメン、ちぎれる三角ピザパン。なんかでかいパンね。なんかでかいね。読めないです。背脂、背脂、そのままです。背脂、読めない。そのまま背脂、醤油ラーメン。コンビニ共通いきます。はい。王子塩、小池屋、食べっ子動物、チョコビスケット。もうあれ、これ今出るか。チョコはなかった、ここに来て。チョコやってみようって、チョコやってみよう、合うかもしれないけど。ここに来てあれの組み合わせ。うわ、嬉しい。あやたかカフェ、もう来てる。グリーンだからミルクとココア。もうミロやん、ほぼミロ。確かに知らない、ココア。ミロ知らない。ミロっていう緑のココア。大丈夫、ごめんね、俺たち知らないだけだよ。ボンだけ知ってくれてた。今出るかな、わかんない。ドラマメロン。今出るだろ。今出るだろ、見たことねえぞこれ。十六茶、カフェインゼロ。トウモロコシ由来、フコモシ繊維。トウモロコシっぽいよこれ。トウモロコシだとしたらめっちゃ美味しいやつ。特効元気、レモン風味。おぉ、俺よく飲んでるよこれ。これめっちゃ嬉しいですね。わかるわかる。チップスター、九州醤油味。おぉ、チップスターで九州醤油。でかいですねこれ。いや、変わんねえだろ。え、このサイズ。そうです。え、そういうこと。はい。チップスターってこのサイズ。あ、このサイズか。これと長さの方。2個入ってる。片揚げポテト、塩わさび味。出ました、わさび。チョコクロチョコレートドリンク。サンマルクカフェだ。新しいね。甘辛コチュジャンのチーズタッカルビ味。チーズタッカルビ。半冷醤油ラーメン。半冷醤油ラーメン。鶏さゆの甘味。待って、鶏さゆだっけ。これあったの。苦手な感じね。プロタンの急卒みたいな。話題なんじゃない。鶏白湯の甘味。一口紅生姜店。マートとか食べてたもんね。マンゴーラッシー。うわー、おいしそう。あれ酒じゃないっけ、マンゴーラッシー。よくあるよね、酒でね。了解。ハハハハ、多いね今日。おいおいおい、分かんない話題多いな今日。何が分からない。モンスターマンゴー、気になってたからこれ。すげー、マンゴーってやっぱこの色合いなんだね。うわ、ほんとだ。うわー、以上です。うわー、すごい、ちょっと多いですよ。めちゃくちゃ多いじゃないですか。食べていきましょう。ハハハハ、シシ、そんな画角だったっけ。ちょっと忘れてるけど。めちゃめちゃ微調整あり。今月微調整の月だ。ありがとうございます。ありがとうございます。テンション。テオ君ここで仮眠するっていうのがいつもね、あれなんで。何してた？あ、今一応サムネ撮り終わった。サムネ？そう。終わっちゃった。今月終わった。今月も寝ちゃった。あれわざとじゃないんだ。寝落ちしちゃった。シシ。すいません。ヤンキーのタイヤみたいな。あ、ヤンキーのタイヤってそうなの。口が外側に開いてる。あ、そうなんだ。テオ君の地元はそういうのばっかしてる。俺の地元か、俺の車。よかった。じゃあ最初のドリンクドラフトやります。今回独特だけど、誰がどれ取るか予想するわ。まあ被るとしたらもうテオ君の気する。あっちゃんとはもう絶対被るんだよ。あっちゃんこういうとこ尖ってるからね。せーの、はい。おーい、こっちだった、こっち。おー、被らずです。さあ、俺は被らなかった。テオ君の予想は、はい、まずあっちゃん、あやたか。残念でした。じんたん、はい、これ。あー、全然違いやん。え、俺、これ。ほら、そっちゃってるやん。なんでガチで当てに来ようとしてたんだろうな、その感じ。うん、ガチ外しなんだよな。ケペー、
コーン茶っぽくな。見ろやん。マンゴー好きな人だ。ラッシー超うまいっす。だよねだよ。マンゴーで聞いてラッシーで返すなよ。見ろ、なんで知らないの。イヒアにやってるサムネで緑のユニフォーム着て、知らないの。ジェネギャかもしれない。ちょっと同い年や。あ、同じか。同い年や。コーンフレークみたいな感じですか。いや、普通にココア。ココア、溶かすやつ、水かなんかと。へぇー、初めて見るわ。初めて見ました。終わり。わあ、美味しそう。わさビーフみたい。わさビーフ好きだよね。好きです。これは好きです。うまい。美味しいです。言わされたな。ロボットみたいな。好きです。美味しい。片揚げポテトの文字数は7です。やばい。早すぎるって言われるの分かってた。いや、もうなんとなく。ちょっと待って、やばいって。ハムカツ卵サンド、11です。ええー、ました、10です。ハムカツ卵サンド。意外もらったのすごいけどね。どこで食いてんの。あやたか4文字、カフェ3みたいな単語ごとに。だよね。めっちゃ長い単語だったらむずい。頭とかになっちゃう。すごいよ。これとか結構難しいです。中は CU で2文字。あ、CU で3です。で、むずい。13です。うわー、ちょっとふわふわミルクホイップクリームサンド。ちょっと忘れちゃいました。確かにそれもあるね。はい、忘れちゃいました。そういうことか。ふわふわミルクホイップクリームサンド。あ、むずいね。難しいっすね、これ。もう出ないんだ。むずい時はもう出ないんだ。どんな予測でも。これもやってみよう、そのままで。食べっ子動物8。うん、おお、結構早かったよね。結構早かった。素人にしちゃう。速攻元気7です。あっちゃんのさ、答え合わせの時がめっちゃ悪い。ちょっと俺もやりたい。わさび3。出ました。あぶね。吸収醤油8。10です。リポビタンで7。おお、その特技マジすごい。しかも見たことないし、その特技。これいるんすよ、めちゃくちゃすごい人。テレビ出てたんですよ。え、それであっちもやってみようと思ってできたの。それを知る前に数えちゃう癖があって、文字を友達に試してもらったら意外と早く出せたっていう。そういう特技よくない。なんか俺とかの特技ってさ、奇妙じゃん。これめっちゃ前でこれめっちゃ滑らかとか。おお、乳首隠しっていうマジックなら久々にやるからできるかな。そうだよ。俺が人体に教えたら、人体が異様にうまくて。これ今やり方忘れちゃって、今オリジナルでやってる。無理やりこうやってるもん。スカイドットウィーク終わってさ、スカイピースコムドットの距離がマジでギュッと縮まったじゃん。それめっちゃ嬉しいよね。嬉しいよね。すぐ痛くなるんですよ。すぐ痛くなるんで、編集抱えてる時にここ来れたら。もうだって今武道館の練習ばっかりだから。そうですね。え、もう来週ですか。8。8日後だ。話はって悪いんですけど、これめっちゃ僕苦手です。ちなみに。え、話割るほど苦手です。この、めちゃめちゃ割っちゃ美味しい。ジンちゃんの口が合わない。特別合わない。えぇ、テオくんは絶対合うって。合うんだ。俺の口が変だもん。独特な匂いがする。線香みたいな。お線香。独特な匂いを発するあの棒の。はいはい、もうお線香しかない。聞こえないわ。うわ、線香めっちゃわかる。わかる。めっちゃわかる。海外の匂いみたいな。ラーメンめっちゃ多いです今回。食べやすいし。うん、辛い。いや、マジでしょ。辛い。めっちゃ辛がるじゃん。俺たち強くなったのかな。確かにね。麺が安い。これ安い麺だ。すぐ分かる、安い麺だ。会うたび会うたび健康に気使ってる人絶対カップラーメン食わない。毎回言われる。毒だ。結構当たり前に食べちゃってるんですけど、昔は安いから普通に食べたくなるじゃん。不健康なのかな。親が栄養士とか食べたことないんだって、カップラーメン。だから友達ん家にお泊まりとかして、初めてカップラーメン食べた時バカうまいみたいな。やっぱうまいんだ。やっぱアフリカの人とかさ、カップラーメン与えたらもう食べる。食べるんすか。食べるんすか。あっちゃん好き嫌い多い。食べたくないんで話。わかる、俺も。何食べたくないの。ブロッコリーのとか硬いところとか。一番嫌いな食べ物は豆乳とかですか。豆腐は。豆腐好きです。え、
豆乳飲めないんですよ。豆乳で豆腐ミキサーにかけたら豆乳じゃない。いや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 、そんな安易だよ。あ、分かった。豆乳は大豆を水で浸して潰し、水を加えて煮詰めた汁。豆腐と水でミキサーかけたら豆乳だ。そう、煮詰めた汁をいぶして残ったのがおから。味は全く何もしなければ豆腐とほぼ一緒だって。一緒です。一緒でした。ということで、キッコーマンだったので、あ、これ飲みました。これ飲みました。いたずらされたんすか、なんか。いや、多分あれだよ。例えばご飯がさ、ぐちゃぐちゃってなったら嫌じゃん。それみたいな感じじゃない。わかりやすー。わかりやすいよね。君の名前みたいな。なんだ。いや、なんだ。君の名のご飯ぐちゃぐちゃにしたお酒。あー、口噛み酒ね。今飲んだみたいな。共感めっちゃ増えてる。あー、口かめ酒ね。ミツハがさ、まあ可愛いからとか。でもさ、タクが飲んでもまあいいか。あれが例えばだけどさ。あるぞ。これここで出る例えば。まあ例えばエガちゃんとかがさ。エガちゃんもやめようさ。なんで会ったことない。エガちゃん、そっか。ガチ山とかにしとけ。超無理だ。ガチ山。ガチヤマはまだ清潔感あるわ。いけますね。いけるいけない。女子はまあ、もう女子はいけます、いけますよ、全然。むしろって感じじゃん。夜の人笑い、コウくん。いけるいけない、どっち。コウくんね。まあ、いけます。まあ、何思ってたの。いけないですよ、コウくん。まだいけるな。じゃあ、順平。あ、無理だ。純平は、純平ね、意外とね、綺麗好きだよ。潔癖だし、ちょっと痰とか混ぜてきそうだ。あ、ふざけない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 。だってあれもう神様の前でやってるやつだから。痰とかやらない。痰とか入れたらもうちょっと戻す、いや、入れないよみたいな。絶対ない、それ絶対ないとしたら、なしだったらいけます。純平、違うわ。でも目の前でやられるのはちょっと、なんかもう顔とかもちょっと見てきそうだもん。見てきそうだもん。絶対ふざけてんよ。女子だったらどんなんやっててもいい。女子だったら、女子だったらタンとかミョーンって出しててもベロを伝ってる。あ、全然無理。切りタンポとか、それを思い出してる。悪いな。もう私は、私は聞いた。いや、いいや、だから他にもいっぱいいるけどね。例えばね、切りタンポとかでしょ。あ、だって俺、だって人が例えばこれを食べて咀嚼したやつを口移しで食えるもん。順平でも。あ、順平無理です。ダメじゃん。そうなん、きりたんぽ限定や。きりたんぽとか。え、できる。女の子がさ、例えばこう咀嚼してもうペースト状態で、そうそう、で中の中にそれがあって、そしたら全然いきます。あ、いけよ、嫁ちゃんだったら。おー、いける。嫁ちゃんだったらいける。嫁ちゃん、嫁ちゃんの人だと、ちょっとそれは話別だろよ。変態タッチマン、おっぱい触って咀嚼したの食べてたらもう変態タッチマン。それを受け入れてくれる嫁ちゃんもすごい。我慢させてるよ、そんな。絶対彼女がキスシーンがあるってなったら許せる、許せない。で、彼女は女優さんじゃない。だから分かりやすく、まあ、サオリンとか YouTube で企画でありそうじゃん。え、じゃあ女優さんじゃないの。サオリンが誰かの MV に出てチューするみたいな。へぇー、今度行われるみたいな。へぇー、そうなんやみたいな。女優さんだって俺完全 OK だわってこう気楽な気持ち聞いたんだけど。女優さんならね。誰と誰とすんの。相手大事だ。絶対やだわ。絶対絶対やだわ。じゃあ普通に俳優さん、サオリンが今度こういう撮影があってキスシーンがあるっぽいけど嫌なら断るよって。うわ、俺でもちょっとね、見てみたいからあります。正直嫌かも。意外。意外、大体 OK だった。そういうの嫌かもしんない。意外だわ。これ女優さんでも嫌だから多分女優さんとは付き合えない。すいません、女優の皆さん。女優の皆さん、テオ君、女優の皆さん、すいません。嫁ちゃんいるんで大丈夫です。あっちゃんが嫁ちゃんを確立させに来てる。この世の中させる。え、あっちゃん。いや、迷いますね。今こう考えたら OK なのかもしれないですけど、いざそういう局面になったら。
無理。あー、そういうことね。女の子はどうなんだろうね。例えばさ、まあスカイピースの企画でデートした後に最後キスするみたいなのがあったとしたらさ、いやもう人によるでしょう。でもやっぱりそのやってることだよね。だから順平とかって常にふざけてるからさ、それもなんかギャグとして捉えられるけど、確かに、そこがなんかヤマトとか、はい、ユータとかで、ね、確かにそれは許せないと思う。キャラって大事ですよね。キャラ大事だね。だから順平は本当に無敵だから。あーそうだね。他の人とキスする場面って見ないわけやん。いやそうだ、ね、まあ、過去にはしてると思うけど、見るってなかなかなくない？その感情になったことないからさ。見たさはあるから、 あの元カレとか写真は見たくなる、うん、どういう人とチューしてたの。そう、自分と付き合ってる時はさ、もう浮気以外はその人が他の男と、はいはいはい、いるとこって見れないじゃん、はい、だからちょっと見たくさはある。エッチとかしてる時思い出しちゃいます。あー元カレ元カノのこいつもこうやってなんか、いや切りないもん、ね、ね、この問題ってあのやっぱエッチなお店も一緒なんですね。いやエッチなお店でさ男子は OK みたいな風習あるけど、あれすごいと思うよ。その世界にした男子、俺も彼女ができたらそういうとこ絶対行かないもん。でもあれはある、結婚して嫁さんがエッチをしたくなくなったってと場合は旦那は行っていいのかなと思う。ああ、あるんよ、よくあの結婚して子供生まれると旦那さんをそういう目で見れないっていう、落ちてちゃうんですね。逆も多分しかりだけど、行っちゃう気持ちは分かる。だってしたいのにしてくんないんだ。それはなんか自己中すぎないと思うから、ありだと思うけど。深っこの話。気づいたら深っ。この話10分かけてる。飽きたよね。シッシ来てますよ、ごめんのやつとか。わぁ、じゃあ行きますね。声真似かなんかしてるんですか。誰かの。行きますね。醤油が深いわ。醤油なのになんかクルムのが。いい食レポするな。醤油みたいな顔色したやつがさ。ソース顔ね、俺。ソース顔かっこブスね。フライドないっすよ。そうだよ。あっちゃん何顔？イケメンです。突然のイケメン顔です。調味料じゃないんだ、あれ。調味料とかね、調味料限定かと思ってた、何顔って。調味料の枠に入らない、イケメンです。じゃあイケメン顔から見て、ジンタは何顔に入るの。わさび顔ですね。数そずに当ててきたわ。わさび顔。僕何顔ですか。何顔っていうかあれだけど、韓国だね。でも韓国嫌なんでしょ。嫌ではないです、ピンときてないですよ。韓国顔好きなんだ。そうなんだ。だからないものじゃないんだよね。俺やっぱあんまりだもん、自分で。韓国顔って言ってない。韓国顔って言ってない。自負してますけど。ガチはずい。韓国顔って。熱い。熱い。熱い。絶対気に入らない。ガチだるい。めちゃめちゃ。はずいって。俺やっぱやだって。自負してる。誰も言ってないのに。誰も言ってない。熱いって。誰。タイプの顔誰。分かりやすくタイプで言うと斉藤渚ちゃん。意外だ。あい。結構離れ目の人好きじゃん。え、じゃあ、 分かりにくく言うと誰ですか。分かりにくく言うと。分かりにくく言ってほしい。戸田恵梨香とか。分かりづらっ。分かりづらい。分かりづらいでしょ。全く違う。可愛いと綺麗みたいな。でも基本的に目離れてる人は好きだ。マーダさんとか。それこそ。あっちゃんは。僕はいやずっといけるんですけど、ジュイさんだとラッキーです。うわあ、天使です。モテないなぁ。いや、あーガッキーか。ガッキーズですね。ガッキーズ。結構いいな。楽すぎる。ガッキーズっすね。YouTuber で言ったら。YouTuber ですか。YouTuber で言ったらサオリンさん。もう。怖い。怖い。取られたみたいな。すごい感じだったよ。確かにサモリンはずっと言ってもんね。知る前から言ってる、うんうん、でもなんかズカズカ入っていくのもちょっと申し訳なくなってきました。いやいやいやそんなことないよ。ズカズカ入ってないし、チンチンがズカズカ入ってくるのか。チンチンが入ってくるのか。嬉しいよ。ベロ OK ですか。ベロ OK なんすか。ベロ OK。 おー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 い。話変わっちゃうんだけど、あっちゃんの似てる人みたいなやつ SNS で調べたら何人か来て、楽天イーグルスの岡田さん、うん、あっちゃん系統の一番これ多かったのが熊谷さん。あっ、はい、はい、あっちゃん、あっちゃん来ました、はい。 YouTuber さんで言うとゆたすなカップルのゆうた、あの金玉でっかい子、知らんやこの顔好き俺。だからあっちゃんも俺単発の方が、マジっすか。手を受けためだけで手を受けためだけで、それはないよ。俺が会うたびに、お、いいね、いいね、言うだけ
けだよ。めっちゃ遊び誘われて男はやっぱ短髪が好きだね。じゃあヒューが、うん、でもユータはどうなんだろう。ユータ短髪あるんですか。学生時代ぐらいですあの、はい、芋みたいな女性 YouTuber だと誰が一番長い。ケイさんの2人を見て、うん、2人ディズニー旅行行ってるような人。あ、でも、サオリーさんやっぱ、この顔出た。行きたいだけやん。ちょっと冗談だけで、サオリーさんは親しみやすいというか。これキリタンポかな。ずーっと一緒にいても、なんも。わかるわかる。まあ、青ラブとかもそうだけど、旅行だもん。あの、スレーがない旅行ね。そんなに怖いの。ってなるといないです。あーゼロ乗っか旅行はもう絶対ダメになってるじゃん。旅行ミステーションの旅行大人数でもきっとしようとするし大人数でも行こうとするもんね。俺もエロいのありだったらありだったらじゃあ絶対やつ選べる。エロい目ある。でもマータスだよね絶対。あ、マータスですね。マドチはもう超いい。もう息があるって感じです。息合うね。マドチはもう女子の親友。うわあめっちゃいいですね。そういう人がいないんで。あっちゃんですね。このドットにいなくね。このドットが少ない。そういう人。女子の。え、俺たちが多いんかな。だってエスコとかに聞いても多分いないもんねそんな。エスコ絡んでなさそうだな。コナンちゃんとかなんか仲いいんだけどね。ああ確かに。ハンくん。うん。あそうそうハンくん。シシ。一言で撮れてみた。これいいわ。雨降った日に長靴で出かけたって感じ。これ言いたいことだわ。エナメルからぺちゃんこで出てきそう。違いました。いや、あ、やばかったよ。合ってるよ。合ってたよ。部活やってれば全員が共感したよ。あっちゃんずっとさ、俺はその真ん中の声にさ、めっちゃ後悔してたよね。それめっちゃいい。いや、よかったよね、普通に。けどなんかあっちゃん的には、あそこもっとガナってかっこよく言いたかったんですよね。俺はその真ん中、そのつもりでこう言ってたわけ。めっちゃ可愛い感じになってた。俺はその真ん中。一番悔やむべきは、ゆうたの長くーだから。絶対あれがナンバーワン。長くー長くー長くーじゃないんだもんね。俺の指示だからね。じゃあ、前が、どういうやつだったテンポが全然合わなかった。長くーでは、もう入りすぎちゃうから、前のやつのケツに。だから、ここは早く入ろうと。で、長くーで、コンパクトにいこう。え、でも全然俺が歌った時は、長くー。甘いっていけたもん。言うた長くー長くー食べよう。え、でかおでかうわー甘い鼻血出る。キャラメル好きだよ。すごいうまいこれ。あーはい、待ってこの指先。うわうわそれやんのサオリン食べこの前あれだよ突然だよ、うん、こう俺が水飲んでかけたどういう反応すんのバーリアクション天才やんいやリアクション天才ですよサオリンも変な人かってことは心配しちゃった。やっぱりサオリンがすごいストレスを抱えてるんじゃないかなあね、おしっこを溜めたり水をかけてきたりいろんなことをしてくるから大丈夫かなって心配してたけどありがとう。よかった。変な人でちゃんと変な人です。無事無事変な人で気になるよね。でもね、ジンタのサオリンカメラ点々で置いといてほしい。あはははははカメラそれこそ滝行俺の運転で行った時にたまたま狭い道行った時に正面から車が来て事故りそうになってその時俺も急ブレーキギャッてやったんだけどその時のサオリンがもううわもうアホなの。そうじゃない。どういうことするの普段プライベート家で会ったら基本的にはジンタンの編集してて一緒にいるみたいな感じ。そう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 。だから一緒に何かするとかはないかな。テレビ見るとかないし、お互いやっぱ YouTuber だとそこの辺の理解がね一般の人ってそれ絶対ありえない。だってデートしに来てるのに編集じゃん。うん確かにそうですよね。仕事持ってきちゃってますから。そうそうそう仕事してるんだデート中だって防音室にこもってるもんだからやっぱそこら辺の理解はあるね一緒だと。だからやっぱ YouTuber とかと付き合うのいいんだよ。はい
いやー、食った食った残そうとしてる酸っぱいですか？超酸っぱいよ。うわーシシ一応わさびのやつあるけど、そこつけたらちゃうよ。あっちゃん怒んないね。やっぱ今どうですか？なんかされて怒んない？怒りますよ。いや、僕はその不機嫌になるだけです。いや、なんかさ、怒るの概念めっちゃむずくね。怒るって言うってこと？言い返すは怒るに入るんですか？僕結構普段言い返さないんで、たまに言い返すと怒ってるって見られるんですよ。カッキャンとかそういうのですか？めっちゃ怒ってるやん、そいつ。怒って帰るやつめっちゃ怒ってるからそれ。難しいっすね。うわっ！これ、なんかこれ美味しいよね。一人でめっちゃ食ってた。飲み物まだあるけど。第2回に行く？飲み物ドラフト。結構これだったら当てれるんじゃないですか。せーの、はい。よっしゃー。食べられなかった。あっちゃん、モンスター、ジンタン、ココア。ええ。俺。当てます。あやたか。なんで全部した？え、なんで？すごいな。そうそう、なんで自分を外すのかわかんない。シシ。寿司ラーメンリクトサウナ行ったら釣り向いて。その日編集行きたかったって言ったんですよ。リクくんがいたら。会ったことないもんね。会ったことないです。かわいいね、リクと3人でいたら。そう言ってた。そういえばリック君的に、はい、今年の目標っていろんな人と会うらしい。俺誰と会うっすかねみたいな言った時に、多分会っちゃう、会うよみたいな。だから今度会いましょうって言ってたもん。うわーやったマジでマジで言ってた。すげー。そうそうそう、ヒューガーも一緒に連れてってあげて。ヒューガーいるとビビっちゃいます。そんなことないよね、ヒューガーね。初見のね、初見ヒューガー怖いからね。リク他の YouTube 見てる時間とかもないもんね。常になんか正気で始まったらね、もう1ヶ月間出てこないみたいな。全く別軸ですごいよね、俺たちは。表に見せるのが少なすぎる。裏でたくさんの準備とかがあって、やっと表でちょっと出るよ。あれの準備を出さないの余裕で。リック1週間後ペポンなった。ガチでえっって。8時間の準備とかは3秒くらい。俺最近めっちゃハマってる YouTuber、久々に結構ガッツリ見てるんだけど、雨にも負けず。うわぁ、マジっすか。面白い。アメコズです。おーおーおー、あ、アメコズ。そう、陽キャウィークとかやってる。はいはい、陽キャウィークってめっちゃおもろくない？何やねんそれって。めっちゃ弱いもんね、タイトル的に。陽キャウィークって何それって思ったらめっちゃ面白いの。飲み場を盛り上げる。そう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 。元だが小学校から一緒。陽キャの人だ。陽キャですよ。みんな陽キャだ。陽キャの中の陽キャなんですよ。だよね、グループの中で一番。あー、全部やってきた人です。そうそうそう。あと応援団からひよくも知ってるのか。俺、ヤマトとかに言われて言ってたけど、雨にも負けずって名前初めて知った。雨にも負けず、なんだっけ、雨にも負けず。ダミーマコズです。雨にも負けず、ダミーマコズ。名前。でもさ、やってることってさ、結構尖ったことして。いや、尖ってるよね、あれ。で、尖ってることやってる YouTuber って伸びてくるとやっぱ丸くなってくるじゃん。あのまま言ってほしいよね。そうなるとやっぱガードマンってすごいっすよ。禁断とかも昔の、はい、俺らの時代、禁断はなんか別だったもんね、見てる。あー、もう完全視聴者側。他いる、なんか最近見てるみたいな。ないなぁ。視聴履歴つまんないぞ、俺の。出た、レオ。ゆりさんがちょうどレオっていう犬に向けた曲を出した次の日か。全く同じぐらいで、寺島兄弟もオリジナルで作ってた。レオ。レオ曲。犬かぶりだし、レオって名前も合ってるし、投稿も一緒なの。内容もほぼ一緒。コラボなんかないたまにあんのよ、初音ミクのボーカロイド版と伝え手さんの同時アップみたいな。その感じなのかなって思ったら、たまたまなんでしょ。作ってたのはもう1年とか1年半前なの。兄ちゃんのメジャーデビューに合わせて出すために1年とか遅れさせたんだけど、そこで出したから多分あっちが合わせてきたんや。そういうことだよね。寺島兄弟出すのはレオだった。そうなのかな。そんなんだろ。違うだろ。俺たちに合わせる。え、マジで調べてみる、どっちが本家か。悪いわ。うわぁ。ゆうりさんのは2月3日ですね。で、寺島兄弟が2月2日。お、1日早い。かぁ。すごいな。びっくりしたのはこっちだけど、次の日に全く同じなのが上がって。まだあっちのか。出す前日に。え、でもゆうりさんね、認知してたよ。マジで。寺島兄弟の俺をなんか同じ時期になんか同じような曲出てたよねみたいな。俺、DM した気がする。なんかで連絡したんだよ。 DM したんだ。じゃあ俺もちょっと知っておこう、レオっていうのを出したってこと。
わしてる。認知してくれてたんだよね、じゃあ。ああ、多分。じゃあ俺も認知しとかないといけないって。なんでその、ごめん、聞き逃してたよ。ごめん、聞き逃してたけど、すごいこと言ってた。ありがとう、2回目言ってくれて。ワルイコになるところだった。呼ばれないと炎上するから。そうだよね。かけてもう1回言ってくれた。よかった。完全に漏らしてたわ、今。気づかなかったですね。ねえ、気づかなくて、あ、同じ言葉聞こえると思った。めちゃくちゃなこと言ってる。いや、まあ、いやでもこの前、ゆうりさんがレオをなんかのショーの時かなんかで歌ってて、めっちゃ感情入れながら歌ってた。 My Warrior。 ああ、分かる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 。その感じで、でもすげえな、思い入れがやっぱすごいあるんだなと思って、うん、で昨日ちょうどあの兄ちゃんのリリースイベントやってて、それにレオが入ってるから、うん、俺ちょっとお邪魔して、うん、その生配信でこう参加してレオを歌ったんだけど、やっぱ入るね、感情。今までで一番グッときたもん、ね。歌いながら泣いちゃうとかある？あ、全然あるね。泣きそうだった昨日、めっちゃ、レオに向けてこう歌ってるから、うん、なんか歌詞覚えとかなきゃっていう意識じゃなくて、届けなきゃっていう気持ちで歌ったら、うん、歌詞がすげえ出てきて。どうもアーティストです。そういうことだよね、はい、心から歌ってる感じ、はい、一番いい姿のアーティストです。そうだよね。スカイピースダンスある時なんてもう、あ、もう薄いよ。必死なんだから。あれに見る最悪の芸人。あれに見る最悪の芸人。何を思えばいいや。何もわからん。動きしか考えてないもん。そういう見られてるかな。そう弾き方とかもそうなんだ。普通の曲より練習しないといけないから、逆に歌詞とかはもう入ってる。間違えたけど。自分の曲持ってもないし、歌披露する場面ないんで、自分と共感できないんですよね、まだ。ユー、ガテ、どんな人？おぉ、ユーナポ。歌って、音程は変えれんのよ、いくらでも。トーンっていうのは変えられないから、だからよく録音の時に言われるの、ね、音程とか気にしなくていいから、とりあえず自分の感情を入れてみてとか、あっちゃんの、どんな人？みたいなトーンは、あの、機械では変えられないから、それが個性。でもユーマはすごい歌勉強したそうだったね。俺がちょっと教えたら超嬉しそうに聴いてて、こんな楽しそうにするんやと思ったから、多分めっちゃ好きなんだなと思って。ソロとかやったらいいのに。作詞作曲もだってするやん。ね、企画とかでやってたもんね、うん、だからもう俺たちの手なんて逆に必要ないぐらいだよね、そんなの、うん、トラックの人紹介して、ユーマがこういう曲がいいですってこう送るの。これが僕の気持ちみたいなのがいいですって言ったら、それに似たような感じのが来て、そこにメロディーと歌詞を自分で乗せて撮ったらもう完成だから。うお、全然できるよ。欲しい。だって自分の曲を LINE の曲の設定にしてたらめっちゃかっこよくないですか。いや、自分持ったら絶対しないから。やないですか。でもやっぱね、俺昔から音楽やってたから、カラオケに入った時はさすがに焦った。あ、すごい、自分で書いた歌詞カラオケで歌えるんかみたいな。しかも歌詞こう出てるみたいな、はい、俺が家で書いたやつ、はいはい、ヒューガの誕生日ラップとか出たらめっちゃ上がる。ヒューガ今日で23歳。ユリユリだ、ユリめっちゃ稼いがる。ヤマトのとこのバーどうなってるの。音程バー、ヒューガ今日で23歳。あんまり味が…あ、好きじゃない？うん、好きじゃないわけです。笑い方。チーズケーキ好き？好きではないです。あー、チーズケーキだ。まれに見るチーズケーキだよ。まれに見る最悪のケーキ。最悪のケーキ。あ、これラストや。さあ、というわけで2022年4月コンビニ新商品の第1位を決めていただきたいと思います。普通に結果発表って言ったな。昨日はなんか変なことあってるってなったよね。結果発表。あー、これ懐かしいよ。昔って毎回これやってたから。僕決まってます。僕の1位はこちら、チップスター九州醤油。これテオくんずっと見てたね。なんかの話中断するぐらいうまかった。うまくてね。1位。うまいこと中断しちゃうから。これですね。うわー、すごい。じゃあ、じんちゃん。私はですね、まあ、迷いどころであるのですが、サバのご飯。大穴やな。これめっちゃ美味しかった。普通も買わない形のおにぎりや。そう、買わない形なんだけど、めっちゃ脂乗っててめっちゃ食べやすいの。
で、酢飯でスンといけるからめっちゃ美味しかった。これ1位です。ブラボーブラボー。僕ちゃんはキモいやつ洗わない。これでーす。紅生姜店。はい。おー、はい、これか。さっきサクッと1枚食べたんですけど、うん、めっちゃ美味しかった。ありがとうございます。俺紅生姜苦手なんだよ。でも紅生姜なんかあんまないの。そうですね。うん、編集しながら食べたいですね。くっさ。生姜の匂いするわ。食べた時全然リアクションなかったけど。もう、抑えてたんだ。いいんだろ。いやよかった。決まりました。ぜひね、今コンビニに行けば多分これがあるんで、ぜひ買って食べてみてください。はい。ということで、商品開発部の皆さん、今月もお疲れ様でした。お疲れ様でした。嬉しかったです。はい。またあなたたちの新作お待ちしております。頑張ってね。なんで上からやん。最後まで見てくれてありがとう。実はスカイピースって伏線張ってるの知ってる？え、そうなの？初めて知った。初投稿が2016年7月15日でしょ、うんうん、この数字を一桁に全部足すと2167153031。そう、これは1311万円企画の伏線なんだよね。うさつけー。次回スカイピースの伏線を募集、全部一桁にして足していくと目指せ年内500万人。せーの、ピース。